皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは豆腐を使ったチョレギ風サラダを作っていこうと思います。材料はこちら。産地がない場合はレタスでも大丈夫だと思います。あと豆腐は絹ごしがおすすめです。それでは早速レッツラゴー。まずは豆腐の下処理から。半分にカットしてキッチンペーパーで包みます。あとは放置しておけば余分な水分が抜けて味が染み込みやすくなります。次に貝割れ大根をカットしましょう。使う分だけ取っておきます。で、貝割れ大根って辛いじゃないですか。まあそれが美味しいんですが、今回は辛いのが苦手な人やお子さんがいるご家庭の方向けに辛さを抑える裏技をご紹介します。と言ってもラップをせずにレンジで30秒間加熱するだけです。加熱することで辛さが抑えられます。あとは放置して冷ましておきましょう。次にサラダのドレッシングを作っていきます。おろしニンニク、ちょびっと鶏ガラスープの素、こんくらい醤油、こんくらいごま油、こんくらいをしっかり混ぜ合わせます。これでドレッシングの完成です。盛り付けていきましょう。産地は水で洗って食べやすい大きさに手でちぎりながら並べます。貝割れ大根も乗っけて、豆腐も手で崩しながら乗せていきます。ドレッシングをたっぷりかけて、これで完成でもいいんですが、最後に一手間韓国海苔を乗せます。塩っ気や食感がいいアクセントになるのでおすすめです。チョレギ風サラダ完成です。豆腐の舌触りやドレッシングの風味が合わさって飽きずに食べられるサラダになりました。他にもいろいろな野菜や海藻でアレンジできそうですね。ぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。